ウィリアム1世とハロルド2世イバイユーのタペストリー、中世ヨーロッパの狩猟では、西ヨーロッパの中世の人々による狩猟を扱う。中世では狩猟は重要な食料源であったが、主要な栄養源となることは、稀だった。すべての階級で行われていた狩猟は、中世世紀以降、貴族階級の余暇を象徴するものとなっていった。そして、それは、9回以上に、社交や、 戦争の訓練、特権や高貴さを競う場としての役割を追うようになった。精錬され公的なものとなったヨカとしての狩猟は、すでに、アッシリア王が、王の自然に対する権利を示すために、戦車でライオンを飼っていた時から存在していた。ローマ法において、所有権は狩猟権も含んでいた。そしてその概念は、王国全土を所有物と考え、 巨大な欧領を狩猟地として支配したフランク王国のメロビング長とカロリング長に継承された。メロビング長の貴族の聖ヒューバートはその著書でいかに狩猟が脅迫観念となり得るかを語った。カール大帝は狩猟を愛し72歳で死ぬまで狩猟を続けた。カロリング長の崩壊後、地方の領主は狩猟地の管理と一極化。 そして森林での主導権の獲得に奮闘した。こうした運動は、ノルマイコンクエスト後のイングランドと12世紀後のガス購入で最も成功を収めた。多くのソリンは王公貴族の領地となり、そこでは狩猟の対象となる生き物の頭数が狩猟官によって監視されていた。ここでは地域の農民の狩猟は禁止されており、密猟は厳しく罰せられた。 このような囲い込まれた狩猟地の不公平さは世俗の文学の主,の主張の主な動機となった。庶民は鳥を取るための罠による狩猟や狩猟地の外でのより小規模な狩猟で我慢しなければならなかった。16世紀にはこれらの土地は森林法に従うかどの程度囲い込まれているかなどで一家の三つに分類されるようになった。ありがとうございます。